ニシンは、ニシンメニシン科の海水魚。別名、春継魚。魚体は細長く、体長は30から35センチメートルほど。背側は、青黒色、腹側は、銀白色。日本付近では春、産卵のために、北海道沿岸に現れる。英語で、ヘリングといえばニシンも含むが、普通は、大西洋ニシンのことを言う。 2種を区別したいときは、ニシンをパシフィックヘリングパシフィックヘリング、大西洋ニシンをアトランティックヘリングアトランティックヘリングという。繁殖特性や形態などが異なることから本種と大西洋ニシンは別種と考える研究者もいる。種商名はドイツの生物学者、ペーター・ジーモン・パラスにちなむ。冷水域を好む、海遊魚で北太平洋、日本海。 公海北部の渤海湾に北アメリカ大陸側ではカリフォルニア州サンディエゴ付近を南限として分布しアラスカのブリストル湾が大きな産卵場になっている日本での分布南限は日本海で富山県太平洋側で犬棒崎付近とされる分布域は広いが海遊範囲が狭く固有の湾内などを生息域とする地域性の群れと広範囲の海洋を海遊する 群れが存在しているが、それぞれの海遊範囲等については、十分に解明されていない。日本付近では、地域群、それぞれ石狩湾、野泥湖、風連湖、厚岸湖、誘導沼、治め沼、マイコクーラなどを、主な産卵場とする群と、広域群、北海道、サハリン系、本州系が分布する。サハリン周辺の地域群は、オホーツク海北部沿岸に産卵する。 オホーツク系統群、シェルホフワン内とカムチャッカ半島北西部に散乱する、ギジガカムチャッカ系統群。主な餌は、動物性プランクトンや、オキアミ類を捕食している。海遊魚であるが、同じ海域に戻り産卵する性質がある。生後数年で、生成熟し産卵活動に参加するが、産卵を行わない年もあるとされている。ハラミタマゴスーは、 体長とともに増加し、2 4トルから2.2万粒、2 8トルから3.8万粒、3 2トルから6.5万粒、3 6 6トルから9.3万粒との報告があり、年齢に万をつけた数が、外略のハラミ卵数となる。産卵と成熟、体制用に芯が外洋水に近い。 比較的塩分濃度が高く水温の高い水深10から200メートルの砂地、石、岩に散乱するのに対し太平洋に分布する固体群は大西洋二深と比較すると低塩分で低水温域の長寒体に分布する水生植物に散乱を行う。散乱期は春のみで水深1メートル以下の浅い海で行われる。メスは 鎮静で粘着性のある直径1ト、mm、ル程度の卵を海藻に産みつけ、オスが縫製して受精させる。この際に生死によって海水が白濁する、群来と呼ばれる現象が起こる。なお、海域で産卵する、個体群と、寄水故障内で産卵を行う、個体群が存在する。寿命については十分な調査が行われていないため、不明であるが、ノルウェー産20年。 石狩日清5から6年、宮古湾9年、舞国浦6年等の報告があるが、日本近海の個体群の推定寿命を過小評価している可能性が指摘されている。地域群と広域群では成熟に至るまでの年数が異なる。日清5点、旧青山家住宅主に刺し網漁や巻網漁によって漁獲される。 1890年頃から1917年頃までの漁場は富山県沿岸から秋田県沿岸であったが年々漁場が北上し1920年頃には青森県沖から北海道まで北上した1923年には青森県沖の漁場も不良となり本州日本海側の漁は消滅した1910年に高級劇に漁獲量が増えた 北海道沿岸の漁は、明治末期から大正期の最盛期には、春先の産卵期に回遊する北海道、サハリン系を主対象として100万トン近くの漁獲港があり、北海道では、ニシン漁で財を成した網元による、ニシン五点が立ち並ぶほどであった。しかし、1953年から減少が始まり、1955年には5万トンにまで激減し、衰退した。 その後、食用日清は、アイスランドやノルウェーからの輸入が主となり、それに、カナダ、アメリカが加わり、品質評価が高かったアイスランド産は、1990年代以降に、同じく品質の高いロシア産にとって変わられた。激減の原因としては、海流の変化、海水温の上昇、乱獲、森林破壊などとする諸説があるが、解明されていない。しかし、 1890年代から2000年代までの海水温と漁獲量の変化を分析したところ、北海道サハリン系ニシンの資源量変動と海水温の長期変動には強い相関があり、乱獲だけが資源量減少の理由ではないとする研究者もいる。激減以降、減少した漁獲を増加させるために人口負荷や稚魚の放流も行われているが、 2002年から2011年までの10年間の、ニシンの平均水揚げ数量は4000トンに止まり、根本的な解決に至っていない。それにもかかわらず、日本の魚介類の漁獲枠対象魚種には未だ、リストアップされていない。しかし、1990年代に、石狩湾系群を対象として、漁網の網目を大きくするなどの2年級未満を、 捕獲しない保護策や稚魚放流が実施された結果2003年から資源量が増加したとする報告がある。ノルウェー沿岸の日清量は1970年から1990年の約20年間不良が続いたが資源管理を行ったところ漁獲量が復活したというデータがある。しかし過去400年の間に50年から80年間の 放漁期間と30年から60年間の不漁期間を繰り返してきたとする研究もあり、漁獲量回復の原因が資源管理の成果であるのかは不明である。小餅昆布日本では広く食用されている。また、江戸時代、明治時代にはミシンカスに加工され肥料として用いられた。食用としては、身を、塩焼き、 フライ、マリネにするほか、磨きニシンや燻製、昆布で巻いて煮しめた、昆布巻きなどの加工品とされる。卵の塩造品は、数の子と呼ばれる。新鮮なものは、刺身でも食べられる。産卵期の春から初夏にかけてが、油が多くのり、旬とされる。ニシンの干物はかつて、玄界に、貧人の食とすと記されているように、芸をであった。森さ万光には、 ニシンを、江戸で食するものは稀で、もっぱら猫の餌である。京阪では煮たり昆布巻きにする。担ぎ売りの品は、昆布巻きにするとあり、年中版サ録には、ニシン昆布巻き、また、平昆布に取り合わせて炊き、無効漬けにしてよし。下品なれども酒の魚には、時によりお菓子。水に漬け置いて砂糖飴等を入れれば、渋みなしという。 食通で知られる北王子路山人は著書路山人味道で煮たもの焼いたものはさほどでもないが乾物を水で戻したものをうまく料理すると美味しくなるという磨き日清冷凍冷蔵技術や輸送の発達していなかった時代磨き日清は山間地では重要な食材であった京都名物に日清料理があるのもこのような理由による 北海道から取り寄せたニシンを使い、南座洋子の名物として知られるようになったニシンそばは、明治時代に誕生したものである。ニシンカス江戸時代、明治時代には、北海道の日本海沿岸で生産されたニシンカスが、北前船で本州へ移出され、菜種、藍、綿花などの商品作物の栽培に欠かせない。 高窒素肥料の金越えの一つとして販売され、農村への貨幣経済の浸透を促した。しかし生産時には大量の焚き火を必要とするため、生産地では森林破壊が進んだ。ニシンの切り込み北海道、東北で主に食される塩辛に近い郷土料理。酒の魚としても、ご飯のおかずとしても食される。ロールモップスキッパードスプリットヘリングニシンの 甘酢漬けがロールモップスとしてヨーロッパの代表的な食べ物の一つである。オランダでは塩味をつけたニシンを生で食べる。トマトとすりおろし人参で作ったソースに漬け込んで筋目にする。食べる人は顔を上げ、ニシンの尻尾を持ってぶら下げ頭から飲み込むように食べる。チェコではアットマークをニシンを巻いたものと呼ぶ。スウェーデン北部の有名な缶詰である。 シュールストレミングは、生のニシンの実を缶詰にして、缶内発酵させたもので、イわケ性細菌発酵による強烈な臭気がある。ポーランド料理のシレチポヤポンスクとは、酢漬けにしたニシンを、ゆで卵入りのマヨネーズで和えたもの。ポーランドでは、ポピュラーなニシン料理となっている。日本人は、ニシンの卵が好きだというのが、日本人は、ニシンと卵が好きだと誤って、 ポーランドに伝わったため、ニシンと卵を合わせた料理が、日本風と呼ばれるようになった。英語で、ニシンの燻製は、注意をそらすもの偽の手がかりという意味がある。これは、燻製が強い匂いを発して、猟犬が、獲物の通り道を間違えたり、見失ってしまうことによる。北米ネイティブアメリカン、クリンギット族は、日本のニシンと生物学的には同種に当たる。 太平洋日清を利用し、ハリングクランと呼ばれる日清をトーテムとして崇めるグループもある。かつての日本では、乾物の磨き日清40巻を一国と計測していた。制御の場合には、磨き日清40巻に必要な200巻を一国と換算している。この黒高換算は、真崎藩の黒高には反映されていないが、各地に、 戦国場所といった二芯漁の盛んであったことを示す呼び名として残った。北海道の二芯漁の漁獲量は1897年にピークを迎え130万国を記録した。これは個体数で換算すると30億日から40億日と見込まれている。ありがとうございます。